はい、どうも、ラモクスです。今回ですけども、10月18日日曜日に行われたロケットマラソン2020の大会の様子など、あとはレース当日の僕の走ってる時の心境、作戦などを解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。3、2、1、スタートです。はい、スタートしたわけなんですが、今回、ロケットマラソン2020はこのコースを見ていただいてもわかるように、砂利道と前日土曜日にですね、結構雨が降ってしまってかなり水たまりであったり泥になっているところがあるという状況の中で、僕自身フルマラソンでまず砂利道を走るっていうことが今回初めてで、実際どういう走りができるのかっていうのが前もっての予想が全然できないという状況、そして前の日のこの雨の影響でぬかるんだ道どれぐらいで走るのかなって全く読めなかったので、とりあえず前半最初の行きの方ですね、コースが行きが 4.2 キロで、その往復で 8.4 キロコースを往復するというコースです。なので最初の行きの部分でコースの下見も含めて、で僕自身の調子も確認、そして砂利道でどれぐらいの間隔で走るのかっていうのをチェックする意味でも様子を見るために、今集団の中の後ろ、まあ中盤から後ろの方に待機させてもらっているという状況です。でこの時にですね、周りの選手の服装であったり、あとは走り方、そして筋肉のつき方、そして体の絞れ具合とかも今チェックをしているという段階です。やっぱこういう大会だと誰がどういう形で出てくるかっていうのはわからないので、もしかしたら僕よりすごい強い人が出てきてる可能性もあるし、そうじゃないっていう可能性もあるので、その辺をちょっとチェックしていると。で最初の1キロが3分51で、2キロが3分54というところで比較的遅いなという思っていたんですが、今2キロを過ぎたところで先頭に出てる黒い方がペースアップをかなり具体的に変化をしています。それに反応したのが僕と僕の今目の前にいる T シャツの方、この方が反応して、この時点でもうグループっていうのはこの3人に絞られています。で3キロ通過が3分32とさっきの約20秒以上速くなっているので、ペース的には20秒速くなると結構具体的に変わったなという感じはしましたが、僕の調子がこの日結構良くて、このペースに対してもそこまで焦って対応するっていうほどでもないし、思い切って走らなきゃついていけないというわけではないなと、いつもの3分半とそんなに変わらない感覚で走れていました。下がですね、泥だったり砂利だったり水たまりが多い中で、その感覚っていうのは結構いいんじゃないのかなというふうに思っています。で次の4キロのところも3分23ということで、かなり上がってきているんですけども、ゆとりを持って、対応できています。で 4.2 キロのところで折り返して、僕は今先頭に出て、ここからずっと先頭で最後まで行くんですが、気持ちとしては3分半でアベレージ3分半でゴールできたらいいなというふうな形で思って今前に出ています。コース的にどうしても行きと帰り往復になってしまうので、行きの方が若干追い風で、帰りの方が若干向かい風という中で、向かい風の方を3分半ぐらいで行って、追い風の方を3分20秒前半の方でまで行ければ、前半遅かった3分51とか3分54とかかかっていた借金というか、そのロスを返済していって3分半アベレージで行けるんじゃないのかなというふうに思って今走っています。でバッテリーの都合上23キロ地点まで飛んだんですが、それまでだいたい3分30はかからずに来ています。向かい風でもだいたい3分25前後ぐらいで、追い風の方だったら3分20から23ぐらいの間で来ているので、正直その情熱ハーフマラソンの時が一人で走っていて、向かい風のところはかなりきつくなってしまって3分30とかハーフなのにかかってしまったという思いがあったので、向かい風でも3分半でもいいかなと思ってたんですが、思った以上に向かい風でもしっかり走ることができ、3分25とかでは走ることができたのは良かったかなというところです。で先ほどいた
前にいた黒い人で、あと T シャツの方っていうのは、黒い方がだいたい15キロ地点、もしくは16キロちょっと過ぎたぐらいのところで、この集団間落ちていき、T シャツの方は20キロか21キロぐらいのあたりで僕から離れていって、基本的にはずっと僕が前を引っ張っていて、自然と離れていったという形です。で、僕自身もですね、そのハーフを過ぎたあたりから、まあ感覚が変わってきてしまって、体が重いなと、動かないなという感覚ですね。で、なおかつ向かい風になると、ちょっと厳しいなと。で、追い風になっても、最初の頃は18とか20、23以内ぐらいで走れていたところが、追い風になってもなかなかこう、ペースが上がらず、向かい風で3分30かかり出してますし、追い風でも24とか、25とかになってしまうという状況で、ちょっとこの日がですね、前日は結構大雨で気温も下がっていたんですが、この日は日中は結構20度近くまで上がるということで、後半少し暑さを感じてきてしまったのが、ちょっと要因かなというところです。で、今回の大会の感染予防対策なんですけども、入り口を一つに絞っていました。で、入り口は一つに絞ってて、河川敷なので、正直どっからでも入ろうとすれば入れるかもしれないんですが、ちゃんとテープで、ここからはダメですよということでテープで入れないようになっていて、入り口が一つでそこで検温して、アルコール消毒と。で、基本的には、大会会場ではマスクをつけなきゃいけないと。で、スタートに関しては、マスクは別に強制というか、必ず義務というわけではなかったんですが、レスに関しては、基本的には2列もしくは3列ぐらいで、で、前前後の後ろをしっかり間を取って開けると。これは情熱ハーフの時は、みんなが意図的に、ふわっとこう、前後と周りの間を取っていたんですが、ロケットマラソンに関してはスタッフがかなり誘導していて、前を開けてくださいという形で、こう、距離を取ってスタートをしたという形だったので、その辺も、まあ、それぞれ大会によって感染予防対策っていうのは違うのかなというところです。で、今、29キロを過ぎて、この時点では追い風にもかかわらず3分28と、追い風28をかかってきているのは、だいぶ足的には鈍ってきているなという状況で走っています。ただ、後ろの方とはもう40秒とか1分ぐらい、差があるので、よっぽどのことがない限りは、まあ、追いつかれることはないのかなという感じで、ここからはもう自分との勝負。2時間27分前後、3分半でいくとそれぐらいになるので、だいたいそれぐらいを目安に走っていかなきゃなというところで、今頑張っているところなんですが、ね、向かい風の中でも3分25秒ぐらいでなんとか抑え切っていると、ここも思った以上に向かい風で押し戻されてないなという印象で走っています。で、実際に今回アルファフライで走ったんですけども、フルマラソンでアルファフライを使ったのは今回が初めてで、で、なおかつ砂利道で走るのも今回初めてで、いろいろ初っていうのが多かったんですが、まあ思ってた、その情熱ハーフでアルファフライを使った時にあんまり感触が良くなかったという感覚があったんですが、フルマラソンに関してはそこは思った以上に気にならなくて、これはペースの問題なのか、情熱ハーフから約1ヶ月ちょっと経っているので、アルファフライに僕自身の走りが慣れてきているのか、僕自身の体が慣れてきているのかっていうところもあるかなと思うので、また、後日ですね、練習も含めて、ね、ハーフマラソンとかフルマラソンも出る予定なので、その辺とももっと経験を積んで、実際どうなのかっていうのを話していきたいなと。で、アルファフライをレビューした時に、ソールの蹴る部分に穴が開いているので、ここに石が、余ってしまうんじゃないのかなという懸念があったんですが、今回砂利道だったので、その石がはまるかどうかもちょっと楽しみに走っていました。で、結果的に言うと、石ははまらなかったです。まあ、よくよく考えればなんですけども、そもそもそれぐらいちょうど10円玉ぐらいの穴が開いていて、その石がはまるってことは、その10円玉の石を踏むってことなので、よっぽどぴったしな、サイズであったり、
そのピンポイントにそこに石がはまらないと基本的には足をくじくんじゃないのかなと。で今回もですね、砂利道を走っていて少しでも大きい石を踏んでしまうと足首がくねってなってしまって足首をくじくような形になっていたので、まあそもそもそういう10円玉クラスの石を踏むとアルファフライだったら足首をひねる系なのではまることはもうやっぱないのかなと。なので YouTube でコメントしてそれはないんじゃないんですかって言っていただいた方が正解だったなと思います。で今回砂利道を走って思ったのが、アルファフライだとどうしても厚みがあるのでちょっとした石を踏んでも足の裏に感覚が来ない、痛くないんですよね。なのでそこで踏み込んでしまって足首をひねってしまうっていうことが結構あったので、通常薄い靴であれば多分大きめの石を踏んだら痛みってのが出てきて無意識に防衛本能でその足首をひねる行動を回避すると思うんですが、それが厚みがあることによって痛みがないのでそのままつけてしまうと、踏めてしまうというところなので、踏んでしまったらクキッとこう行ってしまうってところがあったので、その辺はやっぱり砂利道を走るときはある程度薄い方が足首をひねらない、ひねるっていう部分ではプラスなのかなというふうに僕個人的には思いました。で今35キロ地点通過してなんとか追い風で26とか28ぐらいで粘っていて、正直ですねもう足の方も動きは鈍くなってますし、上半身の方もなかなかこう厳しく動くのがスムーズじゃなくなってきていて、この辺ぐらいから腕の手の小指の方が結構痺れてきていました。なので個人的にはちょっと前半20とかで追い風のところ20とか、向かい風のところ25で行ってたのは、今の現状プラスこの路面を考えるとちょっとオーバーペースだったのかなというふうに思っています。でまたカメラのバッテリーの都合上39キロ地点まで飛びます。39キロ地点でその前ぐらいから37ぐらいからですね、33で39キロが34とかかってきて、やせっかくですねその前半ペースを20から25で維持してきて最初の 1,2 キロペースが遅かった分のロスを取り戻してはいたんですが、ここからかなり厳しい戦い、なおかつ向かい風になって全然踏ん張りも効かなくなってきて体も動かないよと。で正直ですね上半身もブレブレになってきていて、カメラも揺れもちょっと激しいかなと僕個人的には思うんですけども、3分40とかもかかりだし、厳しいなと。やっぱり僕個人的な感想としては、練習をいくらやっていてもこのレースならではの追い込み、レースならではの35キロ以降の苦しみっていうのはやっぱ練習では経験ができないんじゃないのかなと。レースだときつくなってもなんとか粘らなきゃいけない、後ろの差を縮められないように広げるようにっていう形で追い込むことができて、やっぱ40キロ以降かなりきつくても3分40とか43で粘ることができる、このきつさっていうのはやっぱ練習では表現、体現できないのかなと。いくら練習で30キロ走40キロ走をやってもここは多分レースでしか経験できないので、レースならではの追い込み、そしてレースならではの練習という形になるので、今後、フルマラソンを走る上でやっぱりこういうマラソンのレースっていうのは本当経験値として、で35キロ以降の免疫力っていうのはレースでしか得られないのかなと思うので、なるべくならフルマラソンのレースっていうのは昔は年に1回とか年に2回っていうのが通常だったんですけども、できれば月に1回とか、僕は月に2回とかも走った方が、その35キロ以降の本当のスタミナっていうのは培われるんじゃないのかなと。実際去年も10月末に盛岡のシティマラソン、フルマラソン出ましたけども、そこで味わった35キロ以降のきつさよりかだったら、やっぱり2月の熊本城マラソンでタイムも良かったし、きつさっていうのは盛岡に比べればなかったかなというふうに思うので、その間にマラソン5回とかも経験していると。
なので練習ではどうしてもこの部分というのは鍛えられない、鍛えにくいっていうところなので、このきつさを普段から レースから経験していた方がいいんじゃないのかなと僕個人的には思っています。で、なんとか無事にゴール優勝することができました。本当コメント YouTube のコメントで、あとはプレッシャーのコメント、応援コメントをいただいて、本当最後のきついところ3分40とかかかっているところでは、そのコメントが励ましで心の支えになったのかなと思うので、またレースがあった時にはそういうコメントをいただければなと思います。はい、以上解説が終わりました。前半余裕持って中盤も結構イケイケで行ったんですけど、最後、かなり厳しい戦いになってしまったので、今後それは練習でも課題でもありますし、動画の解説の中でも言った、やっぱレースでしか培われないものだと僕個人的には思っているので、どんどんレースがあればなんですけども、レースに出てその辺を鍛えていきたいなと思っています。なので皆さんもどうしても練習が良くて本番でダメっていうのは、やっぱ本番ならではのきつい部分っていうのは本番でしか味わえないと思うので、レースっていうのを積極的に出て、で練習の一環というわけではなく、とにかくレースの中で培われるものを得られればというイメージで、レースにどんどん出ていってほしいなと思います。以上、ランマックスチャンネルでした。応援とご視聴ありがとうございました。